ドンガラ県ドンガラ県は、インドネシアの中部スラウェッシュ州に位置する県。県とは、バナワ。バナワは、中部スラウェッシュ州の州都であるパルから 34km ほど、時間にして30分程度の位置にある。主張は、エビア・パナレイリー。県は2010年の調査で1472平方キロメートルの面積を持ち、人口は277,236人であった。 県は北伊0度三十分、南伊二度二十分まで、統計百十九度四十五分、百二十一度四十五分までの範囲の赤道直下に位置している。二千二年の第十0号法でパリギモートン県が二千八年の第二十七号法で市議県がそれぞれ分離している。二千十八年九月二十八日マグニチュード七点五の地震がパルワンの対岸で発生し、 パル湾を津波が襲い、多数の死傷者が出た。ドンガラ統治者の家、1930年ボラテビロマル、村で儀式を行う新館ボラテビロマル村でチャカレレ、ダンス1904年のヨハネス・ベネディクトス・ファン・ヒューツ、総督下の管理開始まで、この地域では、パル、シニ道路、クラウィン、ビロマル、バナワ、トイリー、パリジ、モートングの8つの小王国が存在した。 2010年には、ドンガラ県は16の軍からなっていたが、2013年には21軍に増加した。また、県内に287村、小地区が存在する。2010年度は、以下の16地区に分かれており、人口は、以下のようであった2013年には、以下の地区が存在するダイビングやシュノーケリングの拠点として、単純カランビーチが整えられている。また、 県内にロレリンドゥ国立公園があり、ピグミーメガネザルなど様々な希少生物が生息している。ABCDE リンコナペンバングナンジャンカパンジャングバギアンフーマスペムコップドーンガーラ2014年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月29日閲覧シジョラカブパテンドーンガーラバギアンフーマスペムコップ ブドーンガーラ。2014年7月28日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2016年3月29日閲覧。ビッカース、エイドリアン、A History of Modern Indonesia、ケンブリッジ、イングランド、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、P14、ISBN 978-1-107019478AB バイロー、プサット・スタタスティック、ジャカルタ。 2011, ありがとうございます。